はい、こんにちは。妖怪坂47大小関西ということで、これ、今日が最終日だと思うので、あと2時間31分ですね。これの11連レア召喚1回やっていきたいと思います。限定妖怪1体確定なので、何が出るか楽しみです。では11連レア召喚、召喚開始、召喚する。平将門出ました。これ強いですよね。嬉しいです。海坊主かわいい。最後、アイドル一寸帽子 SSR ですね。はい、ではこの子、平将門、アイドル平将門、妖術敵全体対象に土属性450パーダメージ、金属性に対しては600ダメージ、 600% ダメージに上昇、攻撃の値が増える、妖術効果が上乗せされる。リーダー妖術、土属性と英雄の命と攻撃が 80% 増。EXRで出てるんですね、もう。はぁ、すごい。あと、一寸法師。この子は、SSR の敵一体を対象に 120% ダメージの通常攻撃を2回行う。リーダー妖術、種族陣用の命と攻撃が 40% 増、さらに運がプラス5上がる。これ以上大きくならないんだ。かわいいですね。かわいいっていうか、凛々しいのかな。いいですね。かわいい。ご視聴ありがとうございました。